新栄堂の武雄です。今回は、フレームとレンズの価格についてお話をさせていただきたいと思います。まあ、数ある、メガネフレーム、メガネレンズ、まあ、よく、その使ってある素材が、まあ、同じものを、使っているというような、まあ、謳い文句で、価格が安価なものもあれば、高額なものも、本当に、値段が、様々なものがあります。確かに、使ってある元々の素材名称が、まあ、同じでも、使ってある量や、仕上げ、まあ、それに関わる、人の手の数や、金型、特許など、まあ、様々な、要素が加わって、まあ、一つの製品というものが出来上がっております。まあ、これは、何もメガネに限ったことではなく、まあ、どんなものにも、言えることだとは思います。まあ、例えば、こちらに2つのメガネフレームがあります。そして、このメガネフレーム、どちらも、チタン製のフレームです。そして、これらのフレーム、例えば、先ほどご覧いただいたこちらの黒いフレーム、こちらは、税込み、2万1000円のメガネフレームです。そしてこちらのシルバーのフレーム、こちらは、税込みで価格が4万5150円となります。先ほど申し上げたように、この2つの、メガネフレーム、どちらも、同じチタン製の商品なんですが、なぜこんなにも価格が異なるのでしょうか。まず、素材で言えば、まあ、先ほどお話しさせていただきましたように、チタンという素材を使っておりますが、まあ、その実測規格で、純チタンとは、まあ、素材の、チタン含有量が全体の 90% 以上ないと、純チタンとは、謳えない決まりになっております。まあ、よく、100% の、チタンというような、謳っている、メガネフレームがありますが、まあ、100% の、チタンというのは、まあ、メガネの場合は、まあ、構造上も、非常に複雑で、まあ、一つ一つのパーツが小さいために、加工上の問題から必ず混ぜ物をします。つまり、100% チタンという素材だけで、できているのではなく、100% の、チタン合金ということです。まあ、混ぜ物は、違ったとしても、同じチタン合金ですよね。まあ、では、大きな違いは、その価格差はというと、まあ、メッキの方法や、そしてそのメッキの厚み、そして、使われるパーツ等で、価格というものは大きく異なってまいります。例えば、先ほどご覧いただいた、こちらの2万1000円のメガネフレーム、これは、まずパーツとしては、まあ、フロントでいけば、ここのブリッジというパーツ、そして、レンズの周囲にあるリム、そして、この鎧、そして、こちらのテンプル、そして、テンプルとフロントをつなぐ、長板。そして、この鼻当て、まあ、クリングスアームといいますが、このような部品で成り立っております。そして、これはチタン合金を用いて、2万1000円という価格になっております。これに対して、こちらのシルバーのフレーム。これも素材は、まあ、同じ、チタン合金と呼ばれる、金属を使っております。ですが、例えばこのように見ていただくと、このブリッジ、そしてフロントの太さ、もう全く、異なるものだと思います。まあ、そして、これは、まあ、フォーナインズの、メガネフレームなんですが、まあ、この、フロント部分、実は、ここの部分とここの部分で、金属の焼き方が違います。焼きの、入り方が違うことで、まあ、このように、この部分は、多少弾力性があるんですが、このブリッジ部分、ここは、このように圧力がかかっても、しっかり固定されている形になっております。まあ、さらに、このフロントバー、ブロー部分と、このレンズを止める、リム、これが、別々に作ってあり、そして溶接をして取り付けられております。そして、その溶接部分、リムの部分からこのクリングスアームがまた溶接されており、フロントだけでも、これだけの構造を持っています。
さらに、こちらの、ヒンジ、長板の部分、ここのパーツも、独立しておりますし、フロントの金属とはまた違うチタン合金を使っております。そして、こちらのテンプル部分、こちらのテンプル部分も、また違う、チタン合金、そしてその圧力を、この長板部分で逃がすような形で、同じチタン合金といっても、これだけの、チタンの、用い方が違います。そして、パーツ数も、これだけの数、使ってある、そういうことで、値段というものが、大きく変わってまいります。金属の、フレームの価格の違いは、主に、そのパーツ、そして、メッキ、そういったもので、変わってまいりますが、これが、一般的な、金属のフレームの、大きな価格差であると思っていただければと思います。もちろん、その素材が、チタンであったり、18金であったり、今では、カーボンファイバーというような、素材を用いたものまでありますが、そういった、使われる素材によっても、もちろんお値段というのは変わってまいります。続いて、プラスチックフレームについて、お話をさせていただきたいと思います。プラスチックフレームの場合は、以前お話しさせていただいたように、一般的に使われているのは、セルロイドや、アセテート、そういったものを使ったものと、スポーツ用の、メガネやサングラス、そういったものは、ナイロン樹脂を使ったものなど、素材による、価格差が、非常に大きいと思います。ですが、それだけでなく、例えば、こちらにこういったフレームがあります。これは、アセテートで作った、プラスチックのフレームです。そして、こちらは、スポーツ用の、ナイロン樹脂で、作った商品です。こちらのフレームと、こちらのフレーム、こちらの、茶色のフレームが、税込み、1万円でございます。そして、こちらの、ナイロン樹脂でできたフレーム、こちらが、1万9950円です。それでは、このプラスチックの、フレーム、これも、単純に値段が倍違います。プラスチックのフレーム、なぜこんなにも価格が異なるのか、それは、こちらの、値段の手頃な方は、プラスチックの板を、単純に、その型で打ち抜いて、そして、そのまま磨いたもの、そして、こちらは、特殊な構造を持っているものの、例えばそのフロント部の成形に関しては、油圧プレスで、造形して、素材的な密度というものが、非常に高くなり、型崩れや、生地の収縮等が、起こりづらくなります。そういった部分もあり、長く、使用していると分かるのですが、例えば、打ち抜いたこちらの、フレームなどは、だんだん生地が収縮、そして、体温によって温まって、このような、広がり方をしてまいります。ですが、こちらのしっかり成形されたフレームの方はそういった、広がりというものが少なく、非常に、長持ちする、または、過酷な状況で、活躍してくれる、そういったような、違いがあります。そして、先ほどご覧いただいたこちらの、これはクロスリンクという、オークリーから出ている、スポーツ用のメガネフレームですが、スポーツ用のメガネ、スポーツ用のサングラス、そういったスポーツグラスの場合は、そのほとんどが、金型成形か、プレスでの仕上げとなります。これらの、工程や、素材の違いで、フレームの持ちも大きく変わってまいります。先ほどご覧いただいた、こちらのその茶色の1万円のフレーム、これらの、フレームの、一般的な寿命、僕らが、見ているのは、大体1年から1年半ぐらいで、素材の収縮というものが、起こってしまったり、紫外線等で、焼けたりして、その、素材の水分含有量が、少なくなったりして、元の、形に戻
ローとして、レンズが外れやすくなってしまったり、素材が縮むことで、まあ、レンズが前に押し出されて、外れやすくなったり、まあ、広がってしまったり、そういったことが起こり得ます。まあ、例えば、こちらにあるのは、まあ、オークリーの常盆。まあ、今、常盆は廃盤となり、まあ、レーシングジャケットというシリーズに変わったんですが、まあ、基本的な構造は、同じものです。まあ、例えば、この常盆等は、常盆等、レーシングジャケットもそうですが、まあ、ドス金する場合の、フレーム価格というものもあり、RX コンプリート、まあ、要するに、オークリーの、純正フレーム、純正レンズで作った場合は、まあ、フレーム価格というものの設定があります。まあ、先ほどご覧いただいた、常盆、こちらで作成した場合は、RX コンプリートでは、フレーム価格が 18,900円という形で、計算をさせていただく形になります。まあ、これだけ、そのパーツと、素材とで、これだけの価格を出しているのは、まあ、非常に、良心的な価格だと思いますし、決して、通常のメガネフレームと比べて、極端に高いであるとか、そういったことはないと思います。まあ、レンズも同様で、まあ、例えば、同じ NXT でも、まあ、量販店で、展開しているようなものと、まあ、金鋭堂では、まあ、素材という部分では、同じかもしれませんが、まあ、その仕上げであったり、そして、色、そしてコーティング、そういったものとは、異なるものです。まあ、金鋭堂で、展開しております、まあ、スポーツレンズも、まあ、強度や、UV カット率、そういったもの、金鋭堂では、まあ、一定の基準を設けさせていただいており、まあ、本当に、スポーツ時に、安全であり、そして、適したものだけを、取り扱い、そして、ギリギリまで、価格を下げて展開させていただいております。まあ、安かろう、悪かろうではないんですが、まあ、良いものには、やはり理由があります。それに応じた、価格設定を、金鋭堂はさせていただいているつもりですし、各メーカー、各ブランド、そういった部分も、同じだと思います。まあ、特に、スポーツ、まあ、万が一、お顔や目に、衝撃があった場合に、守ってくれるのは、スポーツグラス、そしてスポーツサングラスです。まあ、金鋭堂では、皆様に、安全に、そして、安心して使っていただけるもの、そして、信頼に値するものを、これからも推進し、展開してまいります。どうぞよろしくお願いいたします。